主役をやらせてもらっています。私はレベル0なんだけどパスウェイズマスターです。山田部長です。マサイさんのボスです。今回は夏男ですね。あ、課長だ、課長ですね。リエコさんのメンター役をしてるんですよ。今んとこ役もらってないけど、それさん優勝だから、どういう人が本当のボスなんだろうなって考えました。おー、でもその後タカさんから厳しいマサイさんの厳しいボスって言われて、なんじゃそらと思って頭が混乱しました。確かになんで私なんだろうって思いましたけど、でもすごく私らしさを引き出して生かしてくれて、でもちょっと私できそうな挑戦とか貢献もさせてもらって、楽しくやってもらってやらせてもらってます。高田さんありがとう。あ、でも全然あの、うん、やりたいなと思います。そうなんですよ、ずっとあの何でも役も何にもないのにパスウェイズずっと関わってきたから。ああ、そう、うん、だから役もらってないって。まあ確か高橋監督から直接っていうよりも、私のマネージャー の, あのチャドマネージャーを通してあの依頼が入ったんですけど、えっ、ってリエコさん私より先輩なのに私がメンターいいんですかっていうのが、ちょっとマネージャーに聞いたんですけど、言われた時はとても意地悪な役だと言われたのでそうですね、普段の自分と真逆なのでワクワクしました。あ、うん、正直私でいいのかなっていうのは思いましたねでもちょっと安心したのは、なんか夏食べてればいいよみたいなそんな感じだったんでちょっとそこは安心したところですね。そうですね、まさか大家さんの上司になるとはちょっと思ってなかったですね。なんかね、本当にこれってみんなの役に立つものだなっていうところが、こう本当にみんな困ってるんだけど、どんだけみんなに教えてもみんなわからないことばっかりが続くのに、こんな素晴らしい解決方法を出すっていうのは、まあ、ちょっと天才だなって思います。高橋監督一言、いつもスクリプト、あとドラマだけじゃなくて、あのパスウェイズのナレーションじゃなくて、なんだっけ、あの解説ありがとうございます。いつもあのパスウェイズの勉強、私も勉強になってます。ドラマも楽しくやってます。ありがとうございます。タカさん、毎週ありがとうございます。ナレーションはスクリプトがあってこそのナレーションで本当に助かっています。タカさんのおかげで動く自分や喋る自分に抵抗がなくなりました。ありがとうございました。 お互い体に気をつけて頑張りましょう。いつもありがとうございます。毎週って大変ですよね。想像しただけでも苦しくなっちゃうけど、いつもありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。11月、もしやサソリ座、私も11月生まれです。高監督はいつもこうフィードバックすごく適切で、すごく勉強になって尊敬しているトーストマスターズです。いい年を迎えてください。これからもよろしくお願いします。あ、そのうちナッツの CM 来ると思うんで、それまで頑張ります。マイパスフェイス面白いな。噂に聞いたんだけど、ナッツ食べてりゃあれに出れるって聞いて、ずーっとナッツ食べてるけどまだ話し込まないんだよな。なんかあの中のナッツ課長、あいつとキャラ被っちゃうからかな。あ、そうだ、だが夜11時か10時ぐらいに寝てましたって言って寝てんだってな。でもいつ寝てるかあ
れじゃさっぱりわかんないよ。もっとルーティンにしてくれ。でも寝てて安心した。最後にマイパスです。楽しみにしています。Oh.